ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート55でいただいたコメント、ミーミーさんからのコメントです。うぽつです。 RPG を中心に動画を見させていただいてます。一つ気になったのですが、ケアル使った時に味方のブレイクゲージが溜まってたんですが、味方もブレイクするってことなんでしょうかっていうコメントが来てました。どうやらですね、まあブレイクはしない、結論から言うとしないですね。まあ正直言って味方に魔法、回復魔法かけててブレイクしたら辛いよねっていうコメント返信を自分もしたんですけど、まあないですよね。ないことを祈る。って言ったら、お一方、ブレイクにはなりませんと。ブレイク値は設定されてるけど、ブレイクにはなりませんよっていう確定コメントが来てましたので、よかったです。そういうことらしいです。敵が全然強くてね、勝てないですわ。一応若干変更したんだけど、そのミスリルバングル買って育てた。育てた。あとジェネラルベルトも買った。まあ、こんな感じでいこうかなと。オプティマも若干変更ですか。これを作ったのかな、光線の参加か。回復して守ってる間に攻撃も必要かなっていうところですね。まあ、最初はこのトリニティユニオンで。全然勝てない、正直言って。めちゃめちゃ強い、敵が。雑魚が強すぎるよ、本当に。話にならないですね。これ武器を強化するべきじゃなくて、絶対体勢を整えるべきなんで、ヒットポイントとか、まあ、あるいは、防御力を上げるとかの方がいいんですけど、いいっていうのは分かってるんですけど、なかなかそうもいかないんですよ。まあ、強化しちゃえば大丈夫なんで。エンハンサーは一人しか、そうか、一人しか入れてないか。ファイルバンクは。回復がなれば、あとはディフェンダーに変えちゃえばいいのか。邪魔が効けばか。スローになったもんね。それでいいんだよね。そうか。まあ別にぶっちゃけ行っちゃってもいいのかな、一体だから。一体ぐらいだったらね、全然なんとかなる。攻撃頻度が圧倒的だからな。このマルムークっていうのもかなり強いんですけど、まあ、こっちが攻撃し続ければこうやってブレイクできる。ブレイクしちゃえばもう、あとはもう、あ、こいつ打ち上げられないんだ。それがちょっと意外だ。もうケルベロスになったらもうやりたい放題ですから。でボム4体とかマジできつかったですもん。その召喚獣出して無理やり勝ったみたいな、そんな感じだったんで、もう自爆4回とか絶対耐えられないんで。敵が強すぎますね、ここ。おかしいよね、ちょっと。なんか新しいの出てきた。プリンだ、新しいプリンですね。これいきなり敵強くなったけど、こっちが弱くなってんのかな。なんかしなきゃいけないのかな。ほら、1回のダメージ量半端じゃないですか。どうしたもんか。違うんですよ、ライトニングさんにヘイストが欲しいんですよ。よし、来た。行くぞ。ラスティープリンか。また新しい敵ですよね、こいつもね。ここはカットできないわけだ。うわ、強え。回復大丈夫か、間に合ってるか。ファングさんが、えぐりけ。よし、打ち上げちゃえば勝ちですね。あーって強すぎるんだよ、雑魚敵が。強く、一気に強くなりすぎだろこれ。はい、オッケー。退屈しのぎにもならねえ。いやファングさん言うてますけど、結構死んでますから、我々結構死んでますからね。
これマジ不安なんだが、これ大丈夫か？みんな、気をつけろ。なんか来るな。おお。とんでもねえな。あいつ、ハルシだ。そう、新しい道を開拓してるの。新たな道を切り開くってか、俺たちと同じだな。よし、あいつに乗せてってもらおうぜ。グランパラス流に馴染んだね。あれに乗るって意味が分かんないんだけど。潰されて終わりだろ。図体の終わりに弱いねえやつ。こういう感じか。これどう戦う？まあ、号令してくるやつがいないからバージョンアップはないから。マスターね。まあよしとしますか。倒せた。雑魚戦にマジで時間かかりすぎるんだよな。強めて弱めなきゃいけないとかどんだけだよね。雑魚戦じゃないもん。中ボス戦になっちゃってるわけだもん。通常戦闘がさ。なるほどね。あの回転してるのがファルシっていうのがまた面白いね。ファルシってもう何でもありなんだな。なんかもっとさ、そのなんていうのかな、人物、なんか像みたいなね、ちゃんとした像みたいなやつがファルシなのかと思いきや、ただの球体ですからね、今回に限っては。トゲのついてる、うわーこいつだか。あれはできるんだ、召喚獣は出せるんだな。これ大丈夫かな。こいつらはやべえんじゃねえかな。あの後ろのやつが号令って言ってね、いきなりなんかこの3体が強くなる。これが号令が来たら一気にまずくなるんですよね。その前来たー。デスペルがあるけどデスペルが間に合わないんで、これダメですね。一旦耐えないとダメだな。これだな、挑発で。うん、全部攻撃受け止めて、リジェネガードとかライズガードしないとちょっと耐えられない。他のメンツじゃ耐えられない。かーつえー、こいつらやべえ。挑発が効いてなかったか。はい、場面移り変わりまして、ここからスタートさせていただきます。あの後進んで全然進めなくて、倒せなくてですね、あの後が。で、一旦帰ってきて、まあ成長させようかなっていう感じですね。で、ミッション15まで来ました。まあ全部カットしちゃいました。普通に雑魚敵倒す感じだったんで。で、まあここもカットで全然平気だと思うんですけど、あえて倒して、で、そのまままたさっきのとこ戻って続きやろうじゃないかなっていう感じですね。大平原北部高原、キングベヒーモス生息地帯のそばね、了解した。で、チョコボ乗れるようになったんで、かなり移動が速くなりましたね。あと、アイテムも取れるようになって、なんかそこにヒヒイロカネっていう、鉱石だよね。12にもあったし、いろんなゲームの鉱石で出てくるんだよね、ヒヒイロカネってね。で、うん。それもゲットしておきました。星で表現されるんだけど、これだね。じゃあ行きますか。こっち、うん、どこだ今。これか。じゃあ、う？何？おい、降りんな勝手に。ちょ、待てー。時間来ちゃった？待て。ここだ、ダメでしょ、ここで降りたら。待て。降りれないんじゃないの、ここ。罪でしょ、これ。あ、降りれるか。よかった。いや、降りれねえよな。やばい、罪じゃねえ、これ。待て。いや。ちょうど待って。あ、降りれた、よかった。おー、セット。てか、この高さ、膝大丈夫か、みんな。ちょ、待て。乗らして。ライド。ライドオン。乗せな。ファングさん、意外と
この横スタイルだってね。自分はまたがるかなと思ったけどね。ファングさんなら。向き変わっちゃうんだよね、これね。これか。現在地が、だからこう行く感じか、了解。こっちだ。チョコボ乗ってる時は敵に触れると左下のライフが消えてって、まあライフがゼロになると、チョコボが逃げちゃうっていう仕様らしいんで。当たらないように行きましょう。あとでクリスタリウム見ましょうね。かなり成長したんで。道が本当にわかんなくなるな。北か。北なのか。イーストかどうか、ウエストかどうか、ノースかどうかわかんないけど。こっちで合ってるよね。このまま、まっすぐだよね。あ、ちょい左曲がった方がいいのか。こっちから行った方がいいのか。あ、いけんじゃねこれ。チョコなら。オッケーオッケー。こいつ倒さないとあのトレジャー取れないんだけど、ちょっと取れなさそうなんでする。お、あった。チョコボじゃないと取れない、こういう、特殊なものもあるんですよね。すげえジャンプ力だな。でけえなー、この亀。アダマンタイとかね。一回やられたよな、こいつに。亀じゃねえじゃん、これ。いや、亀か？なんだかわからん。ここから降りれそう。あ、でも、こっちじゃなかった、こっちだ。見つかってるけど追っかけては来ないんだね。さすがに。うお。まあ、この巨体じゃね。この向こうですね。触れたら死ぬ。BGM が可愛いな。テンション上がりますね、こういうのはね。さすがにこの絶壁は登れねえか。無理か。ここら辺行けそう。ほんま、まっすぐですね。了解。あー、で、さっきミスったのね。じゃあこっち行けばいいのね。オッケー。お、そろそろいると思うんだけどな。こいつか。お疲れお疲れ、ありがとね。スキップ。さあ勝負だ。皆さんからね、かなりのあれをいただいてますが、アドバイスいただいてますが、結局ここまで反映できてない。この後反映させましょう。あのライトニングさんの回復力はちょっとおぼつかないよねっていう、足りないよねっていう話をしてて、コメント欄でかなり来てて、ね、それがパート20くらい前の話になるから。だいぶ後の話なんだけど、まあ、ようやく反映できそうなんで、いきます。ラッシャーすると。強いぜー。一気に強くなったからね。相手に攻撃させないからね。ルインガとかで。かなり強くなります。あ、やばい、死にかけて。いけねえか。あのライトニングさんの魔力がめちゃめちゃ上がってるんで、意外と回復はできてるんですけど。あ、そっち行っちゃったか。それは後回しだな。ただのゴブリン倒そう。あー、でも意外とやっぱり数であれされてますね。だいたい挑発できたかな。まあ2000くらいあれば多分500も食らうんかい。変更。意外と押されてるな。
エリアブラスト、エリアブラストの効果が存分に発揮されてない。敵が近くにいないって意味ないか。どんだけゴブリンいんだこれ、すげえな。こいつだけ倒したい。ルインが、よし、オッケー、大体挑発入ったかな。ライトニングさんやられちゃったじゃないですか。こうなってくるとちょっと話は変わってくるよね。しょうがない、クルキアだ。体勢整うまでライズガードで。サツさんがライトニングにフェイスかけてブレイブかけたら勝負いきます。ルインが、あ、雑魚片付けちゃえばもう勝ちなんだよね。あと2体か。オッケーオッケー。3体いる。もうちょい、オッケー。4回戦えば多分倒せると思うんだけどな。いや意外と苦戦してますねこれ。動画してよかったな。意外と辛い。てかこのメンツが悪いのかもしれないけど。ナイス、いいですね。エリアブラスト、あ、やばい、ライトニングさん落ちたかも。あー落とされた。ダメかな、倒せないかな。あ、いけるね。2人でもいけちゃうねこれは。じゃあこのまま2人でいくか。いやまさかだったな。結構苦戦しましたね普通に。そうか、びっくりだな。ライトニングさんがね意外と死ぬんだよねこのメンツだと。なぜかライトニングさんが一番最初にやられるんだ。相手も分かってんのかね。ホーリー使える、ホーリーじゃねえや、回復役がライトニングさんだってことを分かってやってんのかな。あー、いなくなっちゃったね。そっか、じゃあ歩いていくか。じゃあこのパートはここで締めましょうね。あー、じゃあ若干見ますか。結構育ったんだ。まずずっと育ててたアタッカーで、うん、ロールレベルアップと、アビリティ系覚えさせて、でもって今ファングさんは邪魔を頑張ってもらってんのかな。そうですね、ロールレベルアップ目標に。もうちょっとですね。で結構派生も言ってて、デプロテデシェルは覚えさせました、優先的にね。うん、でサッツさんが一番最初ブラスター頑張ってもらってたんだ。で、ロールレベルアップまで行って、今エンハンサー頑張ってるんだっけ？終わったんだね。うん、終わったんですね。そうだね。終わってて、で、じゃあ次どうしようかってなってるとこですね。で、うん、見てよ。676まで行ったんだよ。今一番強いんじゃないかな。379でしょ。ああ、ステータスで見た方が早いか。379286765285303。一番魔法は高いんだよ。だから回復量も一番高いってことでいいんだよね。ってことで今ヒーラー頑張ってるんですわ。え、まずは、うん、ロールレベルアップ目標に。で、ホープくんは、ブラスターを終わらせて、で、エンハンサー頑張ろうって話になって、ここまで来て、ロールレベルもアップして、で、もう、まあ、ヒーラー行くかどうか悩んでるって感じですね。このままクリスタルポイント貯めとこうかなって思ってます。一回の消費量が尋常じゃないんで、次ロールレベルアップした時に、うん、多分エンハンサーとか行った方が、ブラスター行った方が、彼はためになるんじゃないかな、みたいな。
で、バニラはもうジャマーとヒーラーオンリーですね。で、もう終わったんだよね。ジャマーも終わって、そうそう、ペインとかペインガとか、あ、フォーグか。覚えて、で、あとは、ヒーラーか。ヒーラーは、うん、いったんじゃない、うん、ロールレベルも OK で、回復役としてかなり優秀になってんのかな、入れてないけど。絵的に入れたいんだけど、やっぱこの3人強えなって感じですね。あの、ヘイストをまだ覚えてないんで、エンハンサーのホープくんが、まだ覚えてないから、サッツさんですね。自分はヘイスト信者だから。ね、全く空気溶かしてしまったスノーさんが、ブラスターとディフェンダー、一応育ててます。で、デスペが覚えたんで、場合によっちゃ強いのかなって感じですね。この動画の途中で苦戦してた相手に対してデスペが有効だよねって話になったんだけど、ただ多分ですけど、このファングさんの邪魔のアビリティがいっぱいあって、邪魔のアビリティ多分ここら辺ですね。あのフォーが魔法、あれは違うね、ペインガとかがもし当たれば、ダルガとかが当たれば、もしあいつらに当たるのだとすれば、相手の行動を封殺できるんで、もうそれで勝てるんじゃないかなって予想はしてますけど。まあこれで、ダメだったらまた、戦い直しかな、うん。育て直しかなって感じで考えてます。じゃ大回りしないといけないみたいなんで、これ。ですよね、大回りですね。じゃあ、ここで一旦終了します。ではではご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。